日本の映画スタジオである。1925年6月に、牧野正造が設立した、牧野プロダクションの生産拠点として、開所以来、同社の解散後も、大衆文芸映画社、ただし絵牧野キネマ、宝塚キネマ工業、エトナ映画社、極東映画が、それぞれの撮影所として使用した。 牧野プロダクション解散後の時期によって、ただしエイ巻の撮影所、宝塚キネマ撮影所、エトナ映画京都撮影所と正式名称を変更している。略称はオムロ、あるいはその所在地から天寿が丘。牧野オムロ撮影所平面図。この一年後にステージは全焼している。図の下辺を京都伝統の線路が走り、左下に秒神寺駅がある。 左の広い道は、現在の京都府道101号銀閣寺歌の線である。北緯35度一部40.79秒、統計135度43分6.82秒、牧野プロダクションの時代、1928年の写真。右手前に、現在の京福電気鉄道北の線が映っている。江戸内映画京都撮影所の時代、1935年、初頭の写真。 1925年3月、東亜キネマの当時院撮影所が火事になり、グラスステージ一棟が全焼し、同年4月には、直木33、立花寛一による連合映画芸術家協会に協力したことで、かねてから嫌悪であった、東亜キネマとの仲が決定的となり、同撮影所の所長、牧野昌蔵は、同年5月、同社を退社して新たに、 薪野プロダクションを設立、花園村天寿が丘にご出撮影所の建設を開始する。もともと牧野自身が創業した当人撮影所は、東亜キネマ、京都撮影所となり、東亜の親会社、八千代生命保険の王座様佐藤が所長に就任した。同年6月、近隣の小学校の改築で生じた廃材を利用して急増したステージで撮影を開始する。 設立第一作は、岡本起動原作の白、白虎隊、すすきた六平オリジナル脚本による、ある日のあだうちであり、同二作は、同年8月28日、浅草公園6区の大東京を皮切りに、全国公開された。解説当時は、ステージ、俳優部屋、衣装部屋、事務棟の簡易スタジオであった。その後、牧野プロダクションの全盛期を経て、 経営難に陥り、1931年4月には制作を停止する。同年4月24日に新宿劇場を皮切りに全国公開された稽古歌、龍桜が同社の同撮影所での最後の作品となった。同年5月、新会社、新巻の映画を設立するが、制作再開のないまま、同年10月には解散した。 牧野プロダクションの新社としての新牧野映画が解散した1931年10月、牧野正造の長女、牧野富栄の夫である中村正嗣が直木35らの協力を受けて大衆文芸映画社を設立する。新興キネマと配給提携を取り付け、直樹の原作による日の丸和歌手を制作、同年12月24日に公開されている。 1932年2月、大衆文芸映画社を経営する、高村正嗣、及び新興キネマ常務取締役であった、立花良介が、牧野本家と提携して、ただし、今木のキネマを設立、小牧野正造の妻、牧野智子を所長に据え、大室撮影所を、聖衣牧野撮影所と解消して、牧野プロダクションの制作停止以来、約1年ほどのブランクを経て、再稼働する。 同月、同撮影所は原因不明の出荷でステージを全焼する。バラックのステージを急増し、2番手、アコーローシ等の3作を制作したが、配給網が確立できず、資金繰り困難に陥り、同年4月には解散した。同作の配給券は日活に売却し、その売り上げを従業員への解散手当とした。同作は、 同年4月8日に公開されている。半年のブランクを経た同年11月、高村正次は、落日の東和キネマを買収、同社の制作会社であった東活映画社の社長を辞任した南木三郎と共に、宝塚キネマ工業を設立、おむろ撮影所を、宝塚キネマ撮影所と解消して、映画制作を開始する。設立第一作は、 東勝映画から移籍した堀江大聖を監督に仇打ち合い浴業を制作同年十二月十五日独自の工業網で公開した九百三十三年七月経営不振のために給料支配が始まり同年九月までで制作ラインが停止するカタカナ人儀大トネの朝霧が翌九百三十四年一月十四日に公開されたのが 同社の最後の作品となり、同年2月には解散した。同年夏、同撮影所は、室戸台風によって倒壊した。江戸内映画社は、当初、島津製作所の新しいトーキーシステムを使用する映画会社として、田中いすが1934年7月に設立、神崎安妻下くだりを、片岡知恵蔵プロダクションの佐賀の撮影所を使用して、制作。 同年8月1日に公開したところから始まり、同年12月に高津小道具店の高津梅次郎が所有していた、小室撮影所、約3500坪を買収、同年12月21日付で陶器を移転し、エトナ映画社の撮影所となった。小室撮影所は、エトナ映画京都撮影所と改名し、翌1935年1月から本格的に稼働を開始した。 所長には、田中伊助の実定、田中清志法が就任した。即座に使用可能なのは、ジムムネのみであったため、同年2月、鉄筋ステージ新築、同年4月、ダークステージ新築にそれぞれ着手したが、同年5月、同社は20万円の欠損を抱えて、解散した。1935年2月に設立された、極東映画は、当初撮影所を持たず、 ベトナ映画京都撮影所をレンタル使用し、第1作、マスミツ・キュウノスケ・ヒエイの巻を制作、同作は、同年3月20日に公開された。同社は、同作の続編、マスミツ・キュウノスケ・エドの巻、マスミツ・キュウノスケ完結編を制作し、同年4月29日、兵庫県西宮市紅葉園にある、紅葉撮影所に制作拠点を移し、 エトナ映画京都撮影所からは撤退した。同年5月末、エトナ映画社の解散に従い、オムロ撮影所は永久に閉鎖された。ありがとうございます。